おはようございます。本日はですね、今から難波周辺に行きたいなと思います。ただいまお盆真っ最中で、我が家卓造家はですね、花火しか行ってないので、今日ほんまは甲子園に行く予定でしたが、甲子園が前日からな、チケット並んでる方が行ってたみたいで、もう速攻で諦めたので、どこも行ってへんから難波でも行こうかって言って行きます。はい、それでは難波着いてステーキを食べてきました。昼ご飯のステーキはあそこは久々にいたな、1年ぶりくらい。おう、たまたまな、前もらったソフトドリンク券を使ってな、アイスコーヒーを飲みましたねという感じですが、今からは財布がちょっと壊れて、これ嫁さんにもらったスローの財布なんですけど、これがなんかチャックがこれ壊れてて、でこれを修理できるかどうかちょっと確認しに堀江のスローに行きたいなと思います。でその後はカフェ探しの旅に出るのな、では行きます。それではスローが見えてきました。関西唯一あるスロー直営店では行ってまいります。はい、それでは行ってきました。この先っちょの壊れてるのを見せたんですけど、お盆開けるまでは修理できないってことだったんで、またお盆開けに行きたいなと思うので、一旦まだ引き取りました。では、またぼっちで歩きたいなと思います。高ここ。見た今。うん。どこ。ということで本町まで来たんですが、本町まで来た理由はお盆とかやったらやっぱ人多いので、本町はオフィス街なんで多分サラリーマンがいてないやろうということで狙ってきましたが、めちゃくちゃ暑いな。やばい。要はここに来た君の目的はカフェですよね、多分。いや、カフェあるかな。あるらしいよ。調べはないかもしれんけど、俺実はな、動画ではこうやって見てもらってるんですけど、僕は2回ぐらいゲストハウスからの帰りのセレクトストラクトっていうとこ行った時と、あとアポなし動画撮った時2回来てるんですけど、実は嫁蔵は初めてでこの辺来るのは。で今日はちょっと案内しようかなと思って来たんですが、さっき全然違うとこ歩かされてるじゃん。そうやったっけ？そうやったっけじゃないでしょ。それは動画回せんからみんな知らんで。くっそ。どこ連れてったらば今から。知らんけど。とりあえずカフェ行こうか、ほんなら。うん、とりあえずじゃあカフェ行きます。ではパッて歩いてたらおしゃれなお店に入りました。こんな感じのイタリアっぽい感じの洋服をメインで扱ってはって、奥側にはスーツ、オーダースーツとかもやってはるみたいで、で、レジの横にあるのがもう完全にイタリアの、地図が置いてあるぐらいやから。でこの辺とかは 50% オフとかで、今話聞いてたけどめっちゃいい感じやんな。うん、全部がおしゃれ、大人っぽい感じのな。うん、スニーカーとかもこれなんか今新しく出てるやつらしくて、これあれですよね、レオンとかオーシャンとかになってますねっていう感じのスニーカーで、こんなカラフルな感じで、アトランティックがもう今だいぶ人気あるから、これが今人気でできてるイタリアのブランドっていう感じみたいです。でこの可愛いのがこのピンバッジの。そのピンバッジは日本の。あ、そうですね。へえ。立体刺繍なんですそれ。ああ、なるほど。で、立体刺繍の機械で作ったピンバッジなんです。お前立体になってるこの辺とかも。へえ、すごいな。で、ファッションは基本的にイタリア系で、オーダーが日本のもので。日本の工場を使って作ります。なるほど。ファッションとかやったらこうやってね、こういうのがあったらおしゃれですよね。おしゃれでしょ。ワンポイントでちょっとつけても可愛いんですよ。可愛らしい。あと帽子につけたりね。ああ、帽子。確かに。そっか、オリンピックって言われたらなんか日本のやつが欲しくなってくるな。ここのお店の名前でなんて言うんですか？レガローモコ。レガローモコ。これ、あ、取りました。はい、ありがとうございます。こういうみたいです。嫁蔵はこれ買ってます。じゃん。ピンバッジな。これ立体的やね、アメリカの。うん。これを岡山のジョンブルで作ったトートバッグにつけんねんな、うん、楽しみ？楽しみ。よかったな。ありがとうございました。よかったな。ここです。めっちゃシャレとったな。めっちゃ、しかもいい人。うん、いい人やったな、うん、なんかもともとずーっとファッション関係のお店持ってはるみたいで、ここに来たのはまだ1年ぐらいって言ってたんですけど、その前は堀江でやってたらしくて、丁寧で親切でいいおじちゃんやったな、うん、よかったな、ピンバッジ、うん、じゃあそれをつけてる写真を上に載せときますこちらです。カシャカシャ。そして今からは、行きたかったカフェに行きたいなと思います。俺初めてや、ウツボ公園の中入ったん。私もいいじゃん、うちらこういうことしないからさ、こういうことしないから山割り畑とか行きたい。あ、そうなんや。ひまわり畑って何すんの？ひまわりを見て元気もらうじゃん。 GTO みたいな。GTO そんなシーンあった？ GTO でひまわり連れて行ったのあったやん。これじゃん。うん、どうぞ。切らないと。切らない。いただきます。それではですね、あれから、休憩をして少し元気になったので、久々にストラクトさんにお邪魔したいなと思います。嫁像初ストラクト。ちょっと暑い。顔が焼けちゃう。だいぶカフェで元気出てきたけど、それでもちょっと暑いって感じやね。うん、全然暑い。でも3時過ぎでしょ、うん、一番暑い時でしょ。それでもやっぱりこっちはあれやな、いくらお盆休みでもさ、人めっちゃ少ないよな、うん、全然ね。観光客とかおらんしな。普段知らんからなんとも言えない。普段やっぱオフィス街からサラリーマンの人多いよって言って、俺も3回目やねんからではストラクトさん行きたいなと思います。ではストラクトさん行ってきました。久々に僕は原田さんとお話しさせてもらって、嫁像は初めて原田さんとお話ししましたが、いい人やったよ。いい人やな。面白い。なんかザ・大阪っていう感じのな。でいい人もにじみ出てるし、っていう感じで、また近々ストラクトさんは行きたいなと思います。で今からはですね、原田さんに教えてもらったおすすめの焼き菓子のお店に行きたいなと思います。楽しみ。それでは焼き菓子買いました。オープンお願いします。それ何？フィナンシェと。うわー。いくよ。せーの、パカーン。美味しそう。半分ずつしよっか。うん、いいよ。食べてみたらさっき。綺麗に半分割るね。あ、俺ちっちゃい方でいいわ。ちょっとちっちゃかったこっち。俺ちっちゃいのでいいわ。いいよ。ありがとう。おっきいのにしようか俺。うまいな。うん。うまっ。これぜひウツボ公園付近来た際は寄ってみてください。うん。ってことはこの絶対クッキーもうまいやん。うん。勝ちしたいね。うん。中サクサク。うん。逆、外サクサク、中もちもち。うん。うん。本当だ。外サクサク、中もちもち。美味しいな。うん。やっぱおしゃれのセレクトショップの店員さんはこういうの用紙ってあるよな、うん、はい、それではですね、最寄り駅までもう帰ってきました。今日はいっぱい歩いたのでクタクタになったそうです。嫁像さんどうでしたか？楽しかったよけど疲れた、うん、なんかもうあかんもうあかんってずっと言ってたもんな、途中からね。これは多分どこの夫婦でもあるかなと思うんですけど、奥さんは家おったら家おったでどっか出かけたいって言うし、出かけたら出かけたで足が痛いって言うし、旦那さんはほんま大変やなと思います。荷物も持たされてるし結局っていう感じで、まあお盆やったけど人のおらんところに行けたのが良かったかな。最近よう考えたらここがエンディングロードになって今2人で行く時はここがエンディングロードやからということで、まあお盆ブラブラデートをしてっていう感じで、まあ、今日は終わりたいなと思います。はい、では、見てもらってありがとうございました。